レ経済ニューースアカデミーですえ今回はですね前回に引き続き今さら聞けない Web3 と DAO、DAO って何なのかというお話を引き続きお伝えしていきたいんですけが DAO、まあ、DAO DA って何なのかというのこの話をするときに、まあ、日本人のほぼもう第一人者 結構一番有名な人というのを、あの、今回呼びしました。まあ、このですね、ウェブスリーとダウっていうこちらの本なんかも最近出てるんですけれども。この本の中でも取り上げられているような方なんですが。はい、ご紹介したいと思います。今日はシンガポールから日本に帰国しているところをお越しいただきました。アスターネットワーク創業者の渡辺壮太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さんは結構自民党やら政府やらのいろいろ呼ば、お呼ばれして。いろいろウェブスリーとかダウについて話をされてると。 いうことで普段は何してるんですか普段は今、の会社のメンバーが32人くらいで、16か国の国籍と国に分かれて、天然としてるんですね。なんで結構、そういったアメリカとかシンガポールとかヨーロッパとか行ったりとか、まあ、あと、もう朝から晩まで誰かしら起きてるんですよ、会社で。なんで、ずっと仕事して。仕事って何,の会何をしてる会社なんですか 今あの日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワークというものを作っていて、はい、今、そのブロックチェーン自体がいいいいろいろつながってうイーサリアムはイーサリアムビットコインはビットコインみたいなでい今日結構なんかアナロジーを用いて分かりやすく説明したいなと思ってるんですけど江戸時代、松のほうの長州藩とか薩摩藩とか会津藩とかこういう藩で分かれちゃってるんですね。ああ 結構その行き来はできるんですけど交通税取られたりとか結構大変だったりすると僕らがやろうとしているのはこれ、半とか言ってたら社会にも要するにまずアダンスしないので日本っていう単位のを作りましょうと一緒のブロックチェーンみたいなお互いにいろんなブロックチェーンが協力することによって一つの生態系一つのプロトコルを作りましょうということをやっていてそういうふうにいろんな。 まあ今のンが協力し合うことによって新しい国の形みたいなのができてくるはいはいくつかの愚かな質問をご勘弁いただきたいんですけどそれは何ですかビットコインとイーサリアムをあの交換しましょうとかいいうレベルの話じゃなイーサリアムとビットコインだけじゃなくて今、ソラナーとかアバランチとかポルカドットとかアスターとかいろいろ出てきているので本当にレイヤー1ブロックチェーンっていうまあその国家単位の話だともう多分100とか200とかあるんですよね。はいこれを こうつなげるようなプラットフォームを作りたいなっていうふうに思ってます。つながると何が起こるんですか？えっと今例えばこう皆さんビザカードとか持ってますよね。はい、であれとかのカードがなかった時にアメリカに行くときにまず日本の空港で両替して、はい、ドルを買ってって、うん、ドルを現地で払わなくちゃいけないと。はいはいはい でもドル日本で使えないんで、帰ってくる時また両替して、紙で持っていかないといけないですよねはいはい、はい。もう有馬藩と薩摩藩みたいない、ね。あ、そうです。そうです。うん、でも、今ってこういうカードみたいなのがあるんで、こう現地で決済できるようになるなですか。なるほど、クレジットカードのシステムってもう全世界ほぼ共通やから、ね、ビザーだと、まっさらみんな行って、もう店のあれでピューやったら、う引き落とされるみたいな。今も、こう、例えば、ドルを円にして、日本に持ってきて、使うみたいなことがブロックチェーン上でもできるんですね。はいはい、例えば、ビットコインをイーサリアムに持ってきて、イーサリアム上でビットコイン使うってできるんですね。で,でも、ただ、これって高いし。 すごかったりするんです、ね。手数料かかったりする。手数料高いと。うん、で、シームレスなエクスペリエンスじゃないんですね。うん、なんで、これを本当にクレジットカードで決済するように。はい,はい、いろんなトークンいろんな通貨が。もう。ユーザーから見ると、全く同じように、すべてのアプリケーションが使えるようになれば。<あ>マスアダプションするよねと。 マスアダプション要するにもっと使えるようになるっていう意味で、はいまあ、おじいちゃんおばあちゃんが使えるよねっていう使えるなら、はい、でも俺みたいな若い若いやつでもクレジットカード持てば世界自由に旅行してもすげえ楽にもう空港戻ってきた時に両替とか銭湯へっていうことになるわけですねそういうことですはその世界観を作ろうとしてるその世界観を作ろうとしてそれは何ですか会社要するにスタートアップの CEO でストックオプションめっちゃ持ってていずれイクジットして金持ちになるみたいな世界観なんですかいやもう全く逆でその株式会社とこうトークン側の 方のダオって言われるような組織形態って本当に違って、株式会社は、はい。だから、ご自身の組織は株式会社じゃなくて、ダオなんです。ダオを目指す株式会社。ダオを目指す株式会社。ちょっと謙虚っぽく言ってらっしゃる。そうです。ダオだっていうと、なんかお前違うやろみたいに言われるのもある。からでも実際株式会社です。<じ>実際、今は株式会社。は,会社はい、でも、僕が100%持ってます。あだから、そういう株式、はい、今の形態としては株式会社。そうです。だけど、目指してのはダオ。そうです。つまり、自分の会社を生産する、つまり、潰すことが僕のゴールなんですね。 会社ぶ昔 XJAPAN あの、X、ジャパンの k i が楽器壊したりとか知らないとかす、ね、<laughs> 世代がちょっとねちょっと全然若いんであれなんですけどあの <laughs> 要するに、えっと、今まあ要するに DAO の組織だからゆくゆくは自分の会社がなくなるってこと、はい えっと、その全てのてブロックチェーンをつなげたら解散する会社は分そうですあの自分の会社を潰すなんて言ってるスタートアップの経営者は僕の知る限りいないんですけど我々的には自分の会社がなくなってもこうエコシステムとか経済が成り立つようにするのが僕らのミッションだと思っていて、うん、こう例えば大きい会社グーグルみたいなのを作るとグーグルより素晴らしいアイディアとかイノベーションみたいな。 やる会社出てこないんですよね、はい、なぜかというと Google が早いうちに目をつんで買収するので買収するからすぐね今実際やってますよねで我々がやりたいのはもうここの株式会社のゲームじゃなくて新しい DAO みたいな<ー>新しいゲーム作っちゃいましょうとはい、はい、で自分たちの会社がいなくなっても回り続ける経済をとかエコシステムを作ることで、はい、こう自分たちの会社を潰すことによって、まあ、いわゆる起業家のエクジット うん、をしましまょうっていうい世界観それはその時は渡辺さんはどうやって例えば普通今までの世界観、はい、Web2.0 的な世界観だと、まあ、会社ストークオプション自分が創業者が100%ぐらい持ってて、はい、まあ場合によっちゃはベンチャーとかにパ0ぐらい渡すんだけど、はい、M&A したり IP をしたりする時にもう株を売って儲かってハッピーみたいな、うん、でもかると。 でも会社潰したら渡辺さんどうやって儲かるんですか？えっとトークンってものがあるので、そのトークンの100%のうち多分僕は本当に1%とか2%の割り当てを、うん、持ってる。ええー、この2年から3年で利却する権利がある。ああなるほど。今持っているのは0.1%以下なんで、あそうなんだ。えっと普通株式会社だったら僕上場してたら50%とか持ってないじゃないですか。はい でもこうブロックチェーンとか U3 プロジェクトの場合は逆で、これ分散が力なんですね、コミュニティが力なんで、僕も0.1%くらいしか持ってないとなでで、プロダクトを分散的に管理しようという体制ですね。でその,のトークンがいずれ今 おめさんががやってるプロジェクトがすごい育って全世界のブロックチェーンを一緒にするみたいなすごいシステムができたらそれみんな「おおすげえなできた」っ,つってすごいことだみたいになってそのトークンが何か価値を持つってことです,かそうですねトークンが価値を持ってそのトークンの全体の時価総額が上がっていくとああまあ例えば0.1%持ってたらネットワークが分からないですけどえっと1ビリオンは1000億になった時に僕がまあ1億円もらえるみたいなああ前回の動画で A という街と B という街を架け橋を作って でその町と A と A といと町が発展したらその橋,橋を作った人たち、まあ、DAO のチームだとその通行料とかがブワー盛り上がって通行料が増えて お金がどんどんその作った人たちにトークンが価値を持って,入ってお金が入ってくるというまあそれを全世界規模の橋を架けようみたいなイメージでやってらっしゃるとでそのユーザーが将来まあ何年後か分かりませんけど渡辺さんのやったプロジェクトが成功して全世界のブロックチェーンが1つになるみたいな問題ができたらめっちゃみんなそれ使うようになってトランザクションが増えてなんかまあそこからちょっと一部ちっちゃな手数料みたいなでそれがどんどん渡辺さんがトークン持ってるからバーッと入ってくると。 そうですねその国みたいなのと近いと思っていてそれでいうとその手数料とか消費税みたいなのがこうブロックチェーン上の1アドレスに蓄えられていくんですねそれをどうやって使うかっていうのをみんなで決めようトークンによるガバナンスによって決めようとコントラクトみたいな形で,すそうですねあのアドレスがあってそこにたこまっていくんですね<ー>まあこれがいわゆる日本でいう財務省みたいなところで財務省が持っているお金をどうやって使うかっていうのでトークンホルダーでみんなでこう国会やって。 でも0.1%ってことは、はい、まあ投票権も0.1%みたいなうで自分5%とかにしなかったんですかトークンの創業者なら、えっと、やっぱり僕的には自分がいなくなっても動き続けるものを作りたいんですよね、はい、それってブロックチェーンとかとすごい相性がいい話だと思ってて。 ブロックチェーンも僕が知能がまあサトシ中本っていうビットコイン作った人はもう誰かわかんないんですけど、それでも動くんですよね。ねで、これって株式会社だとなかなか難しい、ね、アマゾンはいなくなると AWS が止まって、そうです,うです全世界のまあもう多くの会社がもう立ちビジネス立ち行かなくなるな。これも配信できないかもしれないですね。あ、本当に。確かにね。あ、これ AWS 相当 YouTube と Google って多分契約してるのかな。Google の YouTube の場合、Google のオリジナルサーバーがあるんで。なるほどなるほど。 ただユーチューブにあのいろいろ CM 出してる会社とかも多分ドカン倒れるみたいなだからこれも Google と YouTube が倒れるとこの多分データも飛ぶか崩壊するとで,す,で,す,ですごい面白いのが例えば Amazon とか、うん、Google がもし明日仮に倒れたら YouTube なくなるんですよ過去に載ってたデータも全部なくなるんですよでな,なぜかというと Google のサーバーに全部保管されてるからですはい、はい でもブロックチェーンは僕の会社が明日な亡くなっても自分たちのブロックチェーンは動き続けるんですね。うん、なぜかというと数万人数十万人の人たちがこう分散的に管理してるからですね、うんで。なのでブロックチェーンの上に何かしらコンテンツ例えば僕が生きた証をのっけておくと、はい、僕が死んだ後もその証は残り続けるんですねブロックチェーンに。うんなるほど そそれれはすすごいいい面白とところだと思います、ね、それをやりたいただそれの説明と0.1%のちょっと論理的な接合性がぼちょっと分かんないんですけどまあそれ今いい言い方 <laughs> かっこいい言い方したと思うんですけど DAO、はい、の世界ではなんかやたら 5%10% とか取ってるマジョリティ取りに行こうとする行為って寒いみたいな、うん、だからもう自分も創業者だろうが何だろうが。 もう本当にわずかな取り分でみんなで民主的にやるっていうのが DAO の世界観みたいなそうですね、それ,いうふうにそれを習ったっていうことなんですかそうですね、あなるほどでもやっぱりその、特に若い人たちの Z 世代って言われるような世代の人たちは、はい、特にそこのなんか、お金持ちになりたいとか、はい、なんかフェラーリ買いたいとか、まあ、いい家に住みたいみたいな欲望があんまりないので、はい、渡辺さんんんもあんまないんですか僕もあんまりないですね、<ー>僕ね今、すごいですよ、なんもないですよ。 あそうもうも質素な暮らしなの質素な暮らしをしてますね、だからベスジェフ・ベゾスがもう超スーパーお金持ちになって、うんまあ、アマゾン作りましたイ、はい、ーロン・マスクでテスラみたいなそういう世界観じゃないっていうことそうです、ね、よりなんかそのプロトコルとかブロックチェーンの Web3 のプロトコル作ってすごい,すごいあの社会性の高い活動だと思っていて、うん、なんかその時価総額を数千億円にして自分がなんか数十億円もらいますみたいな世界ではないです。ないなるほど ただ言うても、でも一応暮らしていかなきゃいけないわけでしょ、生活費とか給料、従業員も給料払わなきゃいけないみたいな、はいはい、その原資は今どうなってるんですかと営利企業じゃなくて、とにかくみんなコーディングして、そうですね、全世界で,そうです、ね、社員が何十人でバーッコーディングしてるんですよ、ね、そうですね、そいつらはもう朝ごはんとかはどう、どうやっってて支払ってるんですか <laughs> えっとそれはあのトークンの例えば10%とかをこう、いわゆるベンチャーキャピタルって言われる人たちから。ああから出資を受けてる。出資を受けてる形ですねああで 今大体日本円で40億円とかをまあ合計で調達しているのでまあこれからの3年とか4年に関してはそこからこう給料を出していくと持つという形ですねそこから先はシステム出来上がったらもうトークンとしてみんなに配分して会社解散その人たちはそのトー作ったその全世界ブロックチェーンユナイティングシステムみたいな、はい、のでそこの鉄力からみんなもらってでもトークン持っているから。 すげえこのトークン価値あるからボーンってその分そそれ値上がりするかも値上がりするかもでそれを売って現金化してまあいくみたいなだから今はなんですか40億で0.1%あ40億円くらい調達したんでこれは違くて今だいたい時価総額日本円ですると500億円くらいなんですけどまあそのうちの0.1%なんでまあ5000万円くらいのまあトークンですね今だからご自身が持っている今のアセット資産はだから5000ストックで持っている資産はだいたい5000万ぐらいの価値そうですねトークンで持っている資産 それって普通の株式会社でいうとめちゃくちゃ少ないと思ってて例えば500億円の企業価値持ってて普通 CEO とかって50%したいじゃないですかそうすると250億とかなんでそれと比べると全然少ないアマウンだと思いますただいずれ自分の持ってる今の5000万のトークンはまあ500億とかなるだろう5000億とかなるだろうって上げていきたいとは思ってます上げていきたいそこはちょっとお金はさすがにフェラーリ的な価値観あどうなんんですかかねいやなんか結構 業家としてみたいいなな話んんでで全く関係すけど違うだ自分起業家じゃないっていう僕は起業家としてより社会にインパクトやり大きいことやりたいんでもしかしたら10年後とかはそれを原子にして宇宙やったりとか核融合やったりとかなんか違うことやってるかもしれないですメガネもちょっともっといいやつに変えたりとかちょっと服買ったりとかだったりとかなるほどだから今はだから今株式が 形式としては、世の中に一応、ちゃんと迎合しなきゃいけないから、はい、組織として作らなきゃいけないから、株式会社にはなってると。株式会社になってます。だからベンチャーから出資を受けるときは、その株を,、はい、にを買い取ってもらうっていう格好で、出資を受けてるとあ僕らの場合はトークンで資金調達をしてるんですけどでです株式会社での,あの株による資金調達もできますあなるほど。あれ、アスターネットワークというのは、これはトークンですね。トトーーククンンなんだ、はい、100トークンです トークンでの出資を受けているトークンを持ってるんでお金くださいとでで出資者にトークンを渡してるそ,ででそのトークンはいずれそのシステムが全部出来上がったらめっちゃお金になるんでっていうのを出資者は信じて金を出してるそうですね信じて出してる,信じて出してる結構それ信じるやつってのはど何人なんですかそれは今のうちの一番大きいところだと例えばバイナンスとかコインベースアメリカのち出資者あとか。 FTX 系のアラメダっていうところとかあとポーリーチェーンっていうあの、うん、アンドリーセン・ホロウィッツの彼らが出資してコインベースの1号社員が作ったアメリカのワンウザトップの,の VC ですねやっぱだから仮想通貨界隈日本人の出資者はいない、えっと、ほぼいないです、ね、ほぼいな、ね、いやっぱなかなか理解がそこまで日本の VC 界隈も、はい、トークン出資を受け入れるほどのまだ技量っていうか懐はまだ まあ、一つはやっぱりそのエクイティの出資とトークンの出資でちょっとゲームが違うんで計<ー>り切れてないてこというのが1点とあ,<ー> 1> あとは日本の法律みたいなところで、えー、いわゆるベンチャーキャピタルがトークンに対して出資をするというところの整備がまだできてない。 だから自民党とか今,日の今後もなんかで政府の経産省の人とお会いするって聞いてますけどそういうところちょっと働きかけていかなきゃいけないしそうです、ね、しかも今、トークンとかいいろろなんですかシンガポールに拠点があるのも、はい、今なんか持ってるだけで税金がかかって死ぬみたいなあそうですねうう例えばこれはまあた完全に仮の話なんですけど1000億円の自分の時価総額があるトークンのネットワークを作ったときに、はい、一番最初からこれ1000億コミュニティにバンって投げるのは無理なんですね。ね、うん、らい 分かりやすく50%くらい会社で管理することにします。で、そうするとこれ500億円ですよね。で500億円持ってると、この期末。まあ一般の企業だと12月とか3月ですけど、この12月に僕が500億円持ってると、この500億円のトークンの時価総額に対して課税されるんですね。あなるほどで、大体法人税が30%なんで。 日本あのトークンを持ってるだけで僕は来年150億円を現金で払わないといけないあ別に今、キャッシュという物は存在してないのにい <laughs> 下手するとそれ売却してどっかでやらないけ、ね、でで売却するとトークンの価格って需要と供給で決まるじゃないですか売り圧がものすごくすごくなるのでマーケットる,が下がるだから日本で事実上トークンによって DAO、うん、を作ろうというのはもうほぼ不可能ということですか。言うたら うんほぼ不可能だとは思いますでよく例えで使うのがこうやっぱり企業とかビジネス作るってマラソンじゃないですか、うん、でやっぱりシンガポールの人たちとか、まあ、あのスイスの人たちとかってもうランニングシューズの,、まあ、あのラ,ランニングウェアで走ってるわけですよでも僕らはカーェでスーツで走ってるみたいな,なるほど、ね、日本でる。 まあそれはまあできるっちゃできるかもしれないですけど勝ってくださいって言うときついですよね。<laughs> なるほどもう全然そのぐらいやっぱ世界と日本ギャップがあってと実は今回渡辺壮太さんとの,このトークをですね実はこう音声を NFT にしてなんかこの動画を聞いた人をこうスマホで音声読み取りにしてあのやろうとするとそれで NFT 発行してなんか唯一無二の NFT にしようみたいなちょっとプランがあって。 とこの番組スタッフの,あのちょっとステップですげえ大損した方がやってくれるようったんですけど <laughs> ちょっと会社上層部というか上じゃないですか、まあ、しかるべき部署が。いやその なその NFT ななややみたいな、うん、いや俺も確かにこのちょっと失礼ですけど経済ニュースアカデミーのこの音声に全く価値があると思わないんですけどもただ将来的にねこれをやってたことがなんかファンとかあの時聞いてくれた人やみたいなことを証明してチケットになっていずれリアルイベントやるとかには確かになると思うんですけ、うん、ただまあうちの会社もちょっとでかい組織ですからねこれちょっとここカットするかもしれないですけどあのなかなかね日本の組織なんで、うん、ちょっと不確実性というか将来ビジョンみたいなきちっとこうしないとだめよみたいな。 まあかそういうところも含めて日本やっぱりその規制というか今おっしゃったところも遅いからもうシンガポールに行かざるを得なかったというところでもご自身でもともとなんでそんな尖ってダオを作ろうみたいなしかも日本で割とまっとうでちゃんとダオみたいなのは多分、渡辺さんなんでしょう わかんない,自分,い,らい,い自分で言いづらいですけどそうかもしれないですね<笑><笑>えっと大学にいるにえっときに中国とかロシアとかインドとかの現地のところですごいインターンをしていてあのすごいスタートアップとかいや NPO なんで貧しい人たちの支援だとか子どもたちになんか日本語教えたりとか英語教えたりしてたんですよねでそこでやっぱりいろんなものを見て で社会的ななインパクトを与えたたいと思うようよになったんですね例えばインドとか行くともその当時は本当死にかけてる人路上にいっぱいいたんですよでも日本でそんな人見たことないんですよね。でそうした時にこう社会にインパクトを与える人間になりたいと思ってでやっぱ IT なんですよね、はい、その日本にいながら地球の裏側に人たちに対してパワーを提供できるのは、まあ、IT だというふうになってでも IT で僕その当時23歳とかで。 じゃあインターネットやりますとか,こうなんかモバイルやりますって言っても孫さんとかに勝てないわけですよ <もう S 2> 既存のウェブ2 0時代の起業家がいてその人たちはもういると完成されて、はい、しかもそれはまあすごいピラミッド構造作ってるとうそうので,で,、うん、でだったらそこに太刀打ちするためにはこう既存の中で戦うんじゃなくて、うん、今から新しくできるこの既存を壊すかもしれないものに人生す変的るとこでかないと、はい、それが当時ブロックチェーンで,、うん、でそこから 僕らもウェブ3ウェブ3って言ってたら当時は全く相手にされなかったんですけど、うん、なんか最近ウェブ3のトレンドがぐわーってきて <Okay>、あのその波にあの押し上げていただいている感じです。ああなるほど。どうですか成功確率どんなもんだと見てます自分のその目標に向けて自分の会社を解散させて、はい、あのいわゆるダウにダウダウとして解散する最後の瞬間を迎えれる確率ってのは、はい、えっとそれは結構100% にに近づけるよう頑張ってでもねちょっとね投資家も見てるかもしれないかでだから基本的には何でしょうやっぱり将来今おっしゃった Web2.0 時代の企業家で孫さんもそうだと思いますねソフトバンクビジョンファンドとかありましたけどあとグーグルだったり Gaffam ああいった存在は今後 DAO 的な組織がい でですすかかしていくん僕はウェブ2とウェブ3の関係は補完関係だと思っていてウェブ3がウェブ2をリプレイスするだとか破壊するみたいなのはない,ないじゃあやっぱ資本主義は続く資本主義は続くけどく今、資本主義で利益を享受している人たち本当に世界の人口の1%未満だと思うんですよね。うん それがより開かれた金融システムとかより開かれた社会的な基盤になることによって、うん、多くの人たちをインクルージョンできるというふうには思います、うん、でまだ過渡期なのでインクルージョンしてるとは言えないんですけど、うん、することになるとは思います、うん、なので例えば今の時価総額ランキング見た時に日本企業が昔バーッて1位あって、うん、今 GAFA がガーッて,て、うん、で20年後にはこれ組織っていう形態の時価総額で見るとここにまあビットコイン入ってきますねなんか DAO が入ってくるような世界観になると思います、うん だか DAO の時価総額というのはおそらくその持って保有しているトークンをなんかドル換算とかした金額でいうとその時価総額はおそらく GAFA も例えばイーサリアムだとイーサリアムの1トークンの価格かけるトークンの発行量これはの時価総額なんですけど、うんうん、マスターでいうとアスターの1枚の価格かける発行量。 これが超えてくるるる可能性はあると思いますなるほどだから資本主義は続く株式資本主義は続く、まあ、ニューヨーク証券取引所も東京証券取引所も多分あるだろう、はい、だけどそこのシャンクトドじゃないトークン時価総額で見た巨大組織が、はい、それは国を超えて生まれる国を超えて生まれると思います<ー>あ国を超えてっていうのは例えばあのいろんな国籍の人たちが本当に参加してるプローリあってだからそのなん,なんちゃらダオみたいな。はい、だかからなんですか、ね、ですも 渡渡辺辺太さんんは渡辺ダオとはと言言わないんです、ね、言わなないいでですすねね何ですかそれはやっぱり僕が死んでも続く組織とかなるほど僕がいなくなっても続く生態系を作りたいので、うん、僕が頂点に立ち続けるとか僕の名前を出しすぎちゃいけない、ねうん、じゃあなんとか名前ダオっていうのはちょっと違うんじゃないかみたいな。 そうですね一部のちょっと某有名企業が作ったダオンも、ね、どうなのかみたいな話も、まあ、将来ダオンになるんでしょうけどね、はい、まあちょっとそれサロンじゃねえかみたいな話もあるただいきなりじゃあ100%のダオンを作ろうとするとこれって結構法律的とか世論が追いついてなかったりとか難しいんで今、過渡期なんですよね。うん、なのでそういったダオンも、まあってはいいと思いますけど最終的な着地点はそこにはならない。解散するっていうところ でもなんかそのダオは常にですかこう民主的でだと言うんですけどトークンのみんな平等持ってるから民主的だみたいに言われるじゃないですか、はい、でもトークンを別に金で買い占めて多く持ってるやつが俺ちょっと金やるからトークンくれみたいなで50%超えるトークン持ったやつが支配するダオ乗っ取りみたいなのもあるんじゃないですか それは、えっと、ロジック次実際ありえる、はい。じゃあそれどうやって防ぐかっていうと、まあ、例えば今1トークンを1票としてカウントしてるから多分そういうふうに50%で取ることができるよねってなると思うんですけど1トークンかけるその,その人の貢献度<ー>イコール一票みたいあのイコール何票かみたいにするとるボーティングパワーにすると<ー>それはじゃあめっちゃ貢献しようみたいな。 なるほどでも1トークンしか持ってないけどめっちゃ貢献したからあこれはなんか 10, 10票分ですたいうふうにはできます、ね、優先株的な感じのあです、まあ、本当にですか、ね、そういったまあ株式市場における、まあ、あるいは何ですか、ね、その自分の創業形式とか持っている株は強いみたいなやり方を、まあ、トークンでやるという,やれるというそれを自動的にできますねできるという、はい、ただその決めるプロセスは民主的にですかコントラクトで決めるという。ははははははいいいいいい民主的に決める でもどうなんですか。本当それ。いやね、ウェブ3来る、あのダオ来るみたいので。いや、これも、ど、もう本当。最近ちょっとペイペイを恐る恐るコンビニで使うぐらいのやばいやつなんですけど。<laughs> それから何年後ぐらいこの。そういう世界来る。んですか,なんかしばらく来ないんじゃないかみたいな。えっと、よくあの、聞かれるんですよね。ウェブ3リつきますか<ー>みたいな。 僕の答えは知らんと。もうじゃあ知るか。<laughs> 知らんと。あのそれは逆に今こう世界で頑張ってるウェブ3起業家の肩にかかってるんでれてます、ね。 僕はそれが10年になる可能性もあれば50年になる可能性もあると思いますだけど僕はそれを5年とか6年にやるする努力をしますっていうう確かにあの、ね、いつか Web1 から Web2 に行く時も別に Web2 来るぜ、はい、ガファム来るぜみたいなのじゃなくていやそんなまあなんか,なんかあるねソーシャルネットワークみたいに言うてたらいつの間にかドーンガファム来てう、ね、もうアメリカがその試合するみたいな。やっぱりグローバルにいいろろ移動してて <laughs> <laughs> あのー、日本人とこうアメリカ人とかのマインドセットの違いはすごく感じていて日本人の人たちはもうけんけんがくがくと Web3 の,の定義についてお話しするんですよねでもアメリカの人たちはそんなもん知らんと、うん、とりあえずやろうぜみたいな,や,たいなでやってやってやってトライアンドエラーでいっぱい失敗出てくると思います、うん でもその中でも学んで学んで社会に対して意味あるものを作ろうぜってやってできてきたのがやっぱガーファとかであるんですねウェブ2で。<か>だから我々はそのウェブ3の定義とかをしっかりこうある程度こっちだよねって決めるのは必要だと思うんですけど定義はもう我々じゃなくて20年後の人たちが決めると思うんでもう今,今はこう試行錯誤しながらウェブ3の最前線を走り続ける人が持っと必要ですね、うん。うん だからそのかつてこれ前回の動画でも話したんですけどステップンが結構その詐欺じゃないかみたいになったんだけど、はい、まあ欧米ってどっちかというとああいうのまあ失敗でまああいうのあったんだけど、はい、行こうぜみたいに日本ってなんかとかくこう批判するみたいな、はい、詐欺だおかしいみたいなそんなこと言うてるうちにも世界にやられるっていうことなんでしょうね,うねもうあれを教訓としてじゃあ,あれが失敗だったんだったらどう面白くしていこうかみたいな話にしなきゃいけないっていう,そうですなるほどやっぱシンガポールとかもうご自身のあっ

打を作れないと思うんですけどただなんかウェブに行ってなんかダを作るサイトがあるりますね。でそれ、うんまあトークン発行して、うん、そのトークンの割り当てに応じてこうボーティングとか投票で方向性決めようぜみたいな一応あれにはあ。 ああ、一応物理的にダウを作ろうと思今作れると。作れますね。ただ本気のダウはもうすごい優秀なプログラマーを集めてめっちゃコードかけるやつをうわやってやんなきゃいけないと。そうですね。まああとダウの規模ですよね。なんかじゃあ今ここにいるま五人とか六人でダウを作ります。明日からトークン発行して分散で投票で決定なみたいな。たダウなんでただただそのトークンはおそらく将来にわれってそのぐらいのちっちゃいなんか町内会ダウだとおそらく世界に流通しないからトークンの価値も多分得れないので経済的にンセ で優秀なプログラマーを引きつけることでできなないであろうるほど世界的な大きな DAO を作るってなるとそれになりに時間かかります、ね、か,かるでしかもその大義を掲げなきゃいけないみたいなはいあじゃあそのんですか渡辺さんの,そのいろんなブロックチェーンをつなごうぜっていうのに賛同して集まってるやつらなんですかそれともやっぱそのトークンの値上がりを見込んで集まってるやつらどっちが多いですか っとはい、っチームのコアチームの人たち、これ、最終的に解散しますけど、この人たちとこう今、36万アドレスくらいあるんですね、グローバルに、もう全,全大陸にあるんですけど、はい、アドレスっていうのは何ですか、えっと、トークンホルダーの数、ねあ、だから、出資者も含めてまあそうですね、まあ、それがあのボットのアドレスだったりとか、本当にも人間のアドレスだったりするか、それなんですか？ど、ダをばらまいたってこと、一回。 えっとみんな興味があって、ああらたトークンをばらまいたってこと？あ、トークンをばらまいたところもありますし、うんえー、そこから興味を持ってアスターを触ってみようって持ってアドレスを作ってくれたいると思います。あいるんだ。はいはい。今36万くらいいるんですけど、まあ36万のこのアドル人たちは多分こう値上がり期待だとか、なんか新しいディファイ、新しい NFT 触ってみたいみたいな人たちですねで。コアチームのこの32とか5に関しては。うん あの世の中に対して意味があるこのインフラストラクチャーを作りたいというモチベーションでやってますあだからいずれそれがもし渡辺さんのネットワークが世界のブロックチェーンを結んだ時に創業した30人みたいな、はい、もうあのなんですかアメリカ建国の父みたいな感じになるという名誉が得られるとサトシ、<laughs> で佐藤仲本もな多分彼はまあ今誰かは分からないですけど仲、はい、本さんわ分からないけど、まあ、彼ってすごい神的な存在になってるわけですね、うんはい、ああいいいううううふにななるかもしれないというそうですね。 でも別にその神がいなくても、なってるところもあるっていうのが大事です。じゃあいずれそのアマゾンの AWS みたいなに今もう営利企業としてアマゾンが提供しているサービスプロダクトですけど、ああいうのがダウによって取って代わられる可能性もあるんですか？いや取って代わられることはないと思うんですけど、<い>やっぱ選択肢が増えるっていうのがすごい本質だと思うんですよね。<ー>例えば今多くの企業の裏側 AWS、Azure、マイクロソフトで動いてますと、うん、でこれがもし潰れたら明日みんな 止まりまりすと、うん、で AWS のサーバーの中を他の企業のとか除けないじゃないですか、うん、だからじゃあ一金融機関が不正してても僕分かんないわけですよ、まあ、除けないからでもブロックチェーンの場合自分でもこのサーバー建てられて、うん、全データダウンロードできるんですよ、うん、そういう選択肢があることが非常に重要だと思っていて、うん、で AWS も将来的に多分ありますただ、うん、それが嫌な人たちもいるわけで、うん、そういう人たちが今どんどん Web3 のサービス でインセンセティブによっっててててて動いていいくく世界観っていうのが今後出てきてくる,なるほどだから DAO 的な AWS は誰がこう利用して情報トランスアクションもこの Web3 の多分世界観ってすでにビットコインが体現していると思ってて、うん、ビットコインって既存金融のアンチテーゼで生まれてるんですリーマンショックの時に,確かにでも今の既存経済もあるし金融もあるし<本>ビットコインもあるじゃないですかすでに今 Web2 と3が共存してるわけですよねエクイティとかに投資したくない僕みたいな人間は暗号資産に投資してるわけですよ。 将来的にも一緒で、株式会社あります、Web2 企業あります、でもそれが嫌な人たちもいっぱいいるんですよね、そういう人たちが Web3 側でサービス作ると、僕は Web3 あります、こっちのほうが好きなのでっていう世界観だと思いますだからまあ共存していくってことですね、どっちかなんかまあドラスティックな Web3 が社会の富の分配をばーとと変えるとか、そんなことじゃなくて、資本主義も存続するし、Web3 的な世界観も存在するし、株式市場が今、巨大な組織というと株式会社なんだけど、DAO もそこに入ってくるし。そうですね とととといいううここなってくるということですねそうですね、だから Web2 の人たちも Web3 の人たちも仲良くしたいですっていう形ですね。いはいはいはい、なんですか、GAFAM みたいな時代はもう少なくとも終わるんじゃない、GAFAM が支配するような時代という、ある意味でまあ支配の定義にもよりますけど、今、情報のトランザクションとかすべてあの握って、ビッグデータは一方的にしか見れないみたいなのは終わるということとで,、ね、ですねそうう終わるというよりかは、より新しいドメインができてくる。う GAFA に頼らなくても自分たちで経済圏とかサーバーが建てられるようになるサービスが建てられるようになるというふうになると思いますねはいはい、はい、今あのね、世界の公共インフラみたいなのが残る例えばイーサリアムとかビットコインができたおかげで、まあ、金融システムにアクセスできて送金できるような人たちも今実際生まれててただダオは悪のダオが生まれたりするリスクってないんですか,そのなんかこういう世界を破壊するウイルスをみんなで作ろうぜダオみたいな。 あ、えっと、ありりますねあり得るあり得ます例えばこうちょっとポジティブな例になっちゃいますけど、うん、あの面白かったのが「コンスティチューションダ a っていうのがあって。はいはい アメリカ合衆国憲法がオークションに出されたんですねその時この合衆国憲法って人民のためのものだろうとか言い出すやつが出てきて「ダ」を作ってみんなで競り落とそうぜってやつが出てきたんですよ合衆国憲法のリアルなリアルなやつの昔の歴史の古文書みたいなこれがオークションに出たんですそれで「いやこれはみんなのもんだろ」うってやつが今その通りなんですけどみんなで競り落とそうぜって言ってイーサリアムアドレスにみんなでお金入れて そそれれ入札したたたんんでですすよ負負けけけどアドレス分かっちゃうんでみんな何円持ってるか分かるんですよ40億円しかないですみたいなバジェットがそれで読んでるんで41億円ですり落とされるみたいな最初から負け最初から分かっちゃってるみたいな感じなんですけど例えばそれとかが「じゃあんか世界を破壊するウイルス作ろうぜダオいや人類はちょっと人口増えすぎちゃったからみたいな人たちで共感してそこにウイルス作るる a o で。 お金が集まっちゃう可能性もあります。なだからその時はもう全のダウで倒すしかない。全のダウで倒すしかない。ということ。まあ、だから政府がそういう時はもうダウ倒しに行ってもらうしかない、うん。そうです。あの、なんでやっぱりその完全に分散化された世界っていうのも、僕はディストピアになり得ると思っていて。<ー>なんで、我々は、こう、むしろ当局規制する側とこ、うん、こう。話し合って、建設的な落とし所を見つけていかなきゃいけない。だからピーター・ティールとか、ちょっとどっちかと、そっち系とは違うっていう。 そうですね <laughs> そうです過激派では僕はないです過激派ではないとうないうことですねであと政府が打を潰しにくるリスクそのパターンもありえますねある,ある<で>だからこそ規制当局と付き合わなきゃいけないみたいなそう思います<ー>やっぱりそのブロックチェーンとかウェブ3によってこう一般市民に便宜ができる多くなることはものすごくあると思、はいますでも一方でリスクも 少なからずあるこのリスクが今フィーチャーされちゃってるのが今現代なのでそれを正しくこう規制当局の方々に理解していただいて、はい、正しくこの法律整備をしていただくと,とでそのそれができてやっとこう起業家みたいな人たちはこう、うん、世の中社会のためになるサービスを作れるようになる、ね、はい,はい、はい、なんでこう結構いっちゃってる人たちはもう分散だみたいなもう政府なんてみたいなうん、うん、無政府主義者でみたいなた穴あき多いんですけど、うん、まああの こっち行っちゃうとおじいちゃんおばあちゃんとついてこれないですかよ、ね、そうですね <laughs> つええ、確かにええー、みたいになるええ、ね <laughs>、なちゃんでだから僕らが作りたいのはよりこの完全に分散化された世界でも完全に中央集権化された世界でもなくて、はい、このいい塩梅,塩梅の今のちょっと中央集権化されすぎてるんです<ー>いい塩梅に脅し所を持っていくっていうのがやりたいことですねいい塩梅のダオ、はい、そのダオを作る人材になるためにやっぱコーディングとかこうできなきゃいけないこれから若い人含めて あれですよね渡辺さんとかあのこうマトリックスでいうとあのこうマトリックスであのネオとかモーフィアガスが戦っている世界はあの文字列を見ているだけで,でああネオがやられとるでみたいに僕自身はエンジニアではないんですけどあのそこを分かるくらいにはちゃんと勉強してる,い勉強してるもううちらあのマトリックス見て緑のあの列見てはっみたいな <laughs> 人なんで <laughs> そんなに分かるのは若いこれから DAO とかやろうってやつらはそれやそ、ね、ちゃんとコーディングとか頑張れよみたいな。 そうですね,ですねあのエンジニアである必要はないと思うんですけど正しくその技術のポテンシャルと方向性未来どうなるのかというのを予測できる能力があるのは大事だと思います分かりました、なかなか難しいと思いますけど <laughs> でも今日は春るばシンガポールからあのテレ東経済ニュースアカデミーのためにお越しいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます <laughs> ということでテレ東経済ニュースアカデミー今回は今さら聞けない Web3 と DAO について渡辺壮太さんを特別ゲストとしてお迎えしてお伝えしてきましたありがとうございました。 最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。